はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、戦いドリームチーム動画撮ろうと思います。ということでね、今ね、ジトー君のガチャとかが、来ていまして、これね、どうしようかなと思ってたんですが、今日ね、28日の水曜日で、これ金曜日の2時まであるんですが、金曜日のね、4時から、超ドリームフェスとかも来るみたいなので、どっちかっていうとこっちを引いた方がいいのかなということで、ジトーのガチャはね、見送ろうかなと思っていたりしますよということで、金曜日にね、超ドリームフェス来たら、そっちはね、引こうかなと思っているので、よろしくお願いしますという話を、しつつ、大感謝チケットね、あんまり溜まる前にちょっと引いていこうということで、9枚すでに溜まってるんで、今回はね、こちらをちょっと、引いていこうかなと思います。一応ね、ステップ2からで9枚ということなので、3周できるけど、どこでし、引いていきましょうか。いきます。さあ、一発目。行くぞ、翼くん。はい、欠けてますね。これは飛ばしましょうか。はい、次行ってみましょう。ここは確定枠ありですね。さあ、来い。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。とりあえず1枚は入ってるから、これは2枚あるね。確定枠以外のところが初めから光っていた。さあ、どうよ。俺はここで俺のプレーをするしかないんだ。アルゼンチンで成熟した心を井川学と、でもちょっと古いね。チームスキル見た感じはちょっと古そうですね。でも初ゲットということで、よしとしましょうか。次行ってみよう。まだ7枚あるからね、今回は。さあ、行け。行くぞ、翼くん。これはちょっと外してますね。飛ばしましょう。はい。なるほどねと、次行ってみよう。さあ、紙吹雪舞う。しかし、しわらない。でも写真が飛んできた。これはどうだ？頑張って。変わらない。でも写真が飛んでたからめり込む可能性がゼロではないのかなということで、一応見守ってみましょう。ダメっすね。写真飛んできててもダメな時はダメと。さあ、ここは確定枠あり。鳥羽さん、和田がシュワシュワして。さあ、全員集合。確定枠ありなんで、全員集合しないはずはないんだが、これは確定枠のみのパターンですね。どこまでも食らいついてやるぜ。ダビー、恐怖の番犬。このダビーはどうなんだ？ちょっと古そうな気もするが、一応初ゲットというか未所持のやつなので、よしとしましょうか。さあ、あと4枚。おお、いいね。チャンス5は、虹矢印。完璧じゃない？スタートの演出としては完璧なんだけど、2枚抜き以上あるかな。さあ、写真が飛ぶ。いけ！1枚だけ。ただボバング。君のチームメイトだ。ボバング、海外5人。パラメーターが、25% ということで、これは比較的新しめのキャラっぽいっすね。はい。中身としては悪くないのか。さあ、あと3枚、行ってみましょう。それ！行くぞ、翼くん！シュワラない。ソロはない。これは飛ばしましょう。今飛ばした瞬間に2種類の森崎が左側にいたから笑っちゃった。さあ、あと2枚ですね。次は確定枠あり。行ってみましょう。確定枠あり、チャンスで5は飛んでるよということで、腕を上げたな。さあ、2枚抜き以上あるかどうか。確定枠以外でね。
さあお願い。おお、2枚ありますね。確定枠以外のところも、光ってくれましたと。さあ、おっと、さっきのボバングがまた出る。これさ、なんか引いたキャラがさ、連続で出るのもなかなか、すごい確率だと思うんだけどね、基本的には。さて次、3は飛んでますね。どうでしょうか。ラスト。OK。なんかありそう。シュワシュワした。全員集合。さあ、いけ。よし。とりあえず1枚ありましたね。さあ、どうよ。あとは中身で何が来るか。エスパダース。エスパダスの、即属性海外5人以上で 20%。 あー、ちょっと古いな。はい、というわけで、まぁ、ちょっとね、今回、ステップ2から9枚、引いてみましたよということで、一応ね、俺が持ってない選手ということで言えば、そこそこ出てたのかなという感じですね。まあただあのガチャに関しては中身もね、どこまで入ってるかがよく分かっていなかったりはするので、まあニューのキャラが出るなら SSR でね、ニューが出るんだったらよしかなと。おっと、こんなところでもニューが出る。世界最高峰のディフェンダーカンナバル。はいはいはい、あれこれは何だろう。ね、結構良さそうなキャラな気もするぞこれ。どうだろう。さあ、あと2回ちょっと引けるね。これもちょっと、引いちゃいましょう。さあ、どうよ。若島津くん。この若島津くんは、ずいぶんね、古い若島津くんだとは思うんですが、もう1回。さあ、どうよ。おっと、松山くんですね。松山くん、これ全日本ジュニアユースと、さっきの若島津と一緒でかなり古いですね。なるほどなと。まあ、こんなもんか。はい、ということでね、まあ6周年ということで結構石配ってくれてたので900まで回復してますが、ジトーとかもね、ジトーとか、まあこちらのガチャとかね、まあ岬のガチャとか、ジェンティーレとかがいるガチャもスルーしてますので、結構溜まってきたから、金曜日のね、超ドリームフェスに期待しましょう。って感じかな。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。